をつけるこの男、投げるのは砲丸、投げない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 投げた、取った取っちゃった、もう一個もいらないこれ、と食べた、イエーイ、なんだそれ、なんだいい声がまっすぐだよ、あ、口が尖ってる、いい声、まだまだ、早速ですが聞いちゃおうかな。ダブルアッチ皆さん知ってますか？知ってる人は元気よく手を挙げていきましょう。知ってる人、はーい、お、なかなか知ってる人が多くやられた、嬉しいですね、ありがとうございます。じゃあ逆にダブルアッチ今日初めて知らなかったって人どれぐらい、せーの、はーい、お、またこれもチラチラと言いますけども、はい、僕たちもっとねダブルアッチ頑張んなきゃいけないです。そうなんです、知らない人も多いと思うんです。そこはね、今日はね、ダブルダッチね、もう皆さんに分かりやすくね、紹介していきたいと思いますけど、はい。まずはダブルダッチ取り出しますは、2本のロープ。先ほど皆さん見ましたね、この2本のロープ。この2本のロープを回す人のことをターナーと言います。はい、ターナーです。今は線路と池がターナー。そして、続いて中で飛ぶ人のこと。はい、ジャンパーと言います。今は TA 君がジャンパー。ありがとう、キーボーイ。そしてここから皆さん重要ですよ、皆さんから見てこの手前の縄、はい、今上がってるこの縄ね、この縄が上に上がった時に1、2の3で中に入ります。中に入ったら見て、たけしの綺麗なジャンプ見て、両足ジャンプでしょ、しかも連続で両足ジャンプ、皆さんこれ重要だよ、はい、このね、これが This is ダブルダッチ、皆さんよーく覚えておいてください。なぜかってもうわかるでしょ、体験コーナー、ありがとう。今日ね皆さん、はい、ダブルダッチせっかくここ東京モーターショーに来て見てくれてるということで、特別に今までやってなかったけど特別に今日はね皆さんにダブルダッチをなんと体験してもらいたいと思います。それではまずいっちゃおうかな、開けちゃおうかな、皆さん手を挙げる準備よろしいですか、飛んでくれた人には素敵なプレゼントもあるかもよ。さあ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 、ダブルダッチ、レッツトライダブルダッチ、ジャンプジャンプできるかな、可愛いお友達でも絶対に飛べるからね。さあ、キエがキエが誘って、おっと、グッドルッキングだよ、キエが見つけた。じゃあ今日は何人飛ぶの、体験コーナースペシャルだよ今日は。じゃあとりあえず行っちゃおうかな、まず最初のチャレンジャー、はい、この前は二階堂です。二階堂さん、かっこよくジャンプしちゃってくださいよ、いくよ。皆さん、二階堂さん今日ダブルダッチ初めてですよね。あ、初めてですから、皆さん初めてでも飛べますから、多分多分。でも皆さんあれですよ、飛べたら、上手に飛べたら皆さん分かってますよね、大きな拍手。はい、じゃあ行きましょう、1、2、3で入ってくれ、せーの、1、2の3、松田君も1、2、3でかっこよくジャンプしてくれよ、できるかな、せーの。
本日スペシャルチャレンジャーの登場だ。さあ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 、念入りな打ち合わせを今してます。ママと一緒に手をつないで、さあ一生懸命ジャンプすることができるのか。おお、手よく伸ばしてる。さあ行くぞ。さあ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 、おっと、じゃあママと飛ぶのかな。じゃあ、はい、じゃあお名前だけ聞こうかな。お名前は、力でかっこよくジャンプすることができるのか。じゃあ皆さん大きな声で1、2、3を一緒に、せーさあ行くぞ、せーの、はい、1、2、3って言ったよね俺ね、1、2、3って言ったよ、行くよ。それじゃあ1、2の3で入りましょう。あ、ここはね、親子パワー縄の中から走ってるということね。さあジャンプすることができるのか。そう、がっしり親につかまる。さあジャンプそのまま、もっと大きく、そう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 、あー、そうそう、二人でね飛ぶの難しい、抱っことして抱っこして飛ぶの難しいが、おっとできた、素晴らしい、お前の力、わお、今日から君もダブル者だね、おめでとう。そうですね、はい、ぜひダブルダッチ挑戦してみてください、はい、ありがとうございました。といったことなんですけど、まだまだパフォーマンスはクリス大会の後にもやっていただけるんですよね、はい、かっこいいの決めちゃいますよ最後、はい、きっと皆さん見ててください。